はじめまして、どうも。ああ、どうも、はじめましてよ。さあ、どうも。鮫島フラムと申します。あー、よいしょ。今、炭鉱作業中ですかそうっす。炭鉱作業です。どうも、MC サンライズでスッパーでーす。スッパーねえ感じですね。スッパーです。自分あ。ラップやりながら炭鉱オフしてんすかいや、ラップしないで炭鉱してます、今。 <laughs> そうっすか <laughs> <laughs> まあ今はね、同時作業はしてないでしょうけどね。<laughs> そりゃね。え、単行してきたんすか単行ね、今日初めてプ本見ながら、ちょっと見読みまででやってみようかなと思って今来てるんす。ああ、なるほど。え、ね。聞きたことあって教えますよ、自分。あありがとうございます。あ、まぁ、あ、一応ね、なんかおじさんから工具書いて言われてたんでね、はいあ、ちょっとおじさんどこにいるか教えてもらってもいいですかあこっちこっちです。あ,あ、こっちだ、<う>入り口なんだ。めちゃくちゃ間違えてたっす。 そう、ここまっすぐ行ったら、ええ。ここになんかもう本当に、一応ぼーっとしてんじゃねえおボケみたいなおっさんがいるんだ、<あ>ここに。マジで、ぼったちのおっさんがいるじゃないですか。そうで、ここでいろいろ買うものがあるんですけど、ええ。あのー、まあ、ピッケルとマイニングドリルとマイニングレーザーってあるんですけど、これレーザーでいいっす、これ買うの。ちょっと高いですけどレーザー。マイニングレーザー、はい。そう、これめちゃめちゃ壊りにくいんですけど、他の2つはめっちゃ壊れやすいんですよ。はいはいはい。なんでこれもうレーザーでいいかなっていう感じで。 えっと50万んあ百100個買おうとしたら危ねえ。一個にしてくださす。いです <laughs> はい。一個え一個もいるんですかい,いらないです。マイニングレーザーだけで。マイニングレーザーだけでいいですかはい。50万のやつだけ買っちゃって。はい。すると。買いましたちょっと。はい。いや。誰かいるもんなんすね。こ思ってだとなんか白いやつあるじゃないですか。ええ。これに心の目合わせて。 鉱石を掘るって言うんですよ。鉱石はいくっすよ。いや、かまっせーあ、ちょっけんしゃれーあちらにサンライズさん、僕もちょっと音楽できるんで、なんかいつかやりましょうよ。なんかね、機会があったら。何音楽できるんですか僕ね、ちょっと体改造されてて、あの体からね、ちょっといい音なるんですよ。筋肉殴ったら。マジっすかちょっと聞きますっいいすかいいっすかどういうこと ちょっと待ってくださいね。気合入れるんで。はい、気合入れるんで。<laughs> ちょっと気合入るんですよ。ちょっと気合い、ちょ気合い見してください。じゃあ、ますじゃちょっと胸の筋肉叩くと、こういうことになるんですよ。ああ、なるほどね。<で>はい、そういうことなんですよ。ねえ、はい、足踏み込むとこうなんで、こういうことっすなるほど。で、なんか。 たぶんサンライズさん的には、はい。ちょっとチップのこうね、胸の気持ち切り替えると、こういう音の方が好きだったりするあ、ね、あーいいっすね。うん。ちょっとなんか適当に8小節いきますん ここから出会ったのは何年目いや、1年目今日がはじめましてましてマスティングテープで作ったような関係性じゃないですかとかからない。よ、一年卓上、一年生同士みたいな関係から今日から始めようのはじめまして握手かばそうぜ。MC サンライズワッツアップ。Up? よ、俺が何あなたの名前フラムならばフランプール。よ、って感じで。よ、あなたに君に愛してるって言えますかそんな感じじゃないけど、ここらでワンバースワンバース。適当なわんぱくな坊主がつなでる適当なラップ。これがどうぞよろしくこう。えい。 <laughs> すごいっすね。いいっすね。いやめちゃめちゃなんかいきな,いきなりライム刻めるじゃないですか。どんな脳みそしとんすか。<laughs> アッパーなんで。ちょっという、ね、ことめちゃくちゃですけど。いやいやもう出てくるだけすごいっすよ。そんな出ないっすよ普通。<laughs> そんなペラペラ。<laughs> ね。あめちゃめちゃ入れやすいっすよ。なんかちょっとゆあの初めてなんですけど。いやいやそうっすよね。まあちょっとねあのー、何言ってるかわかんないと思うんですけど、はい、ラグとかあると思うんですけど。 結構。でも、それも知らないですけど。それもね、含めた上で、いい感じでしたよ。いや、ありがとうございます。めちゃめちゃ良かったです、これ。いや、これ、誰も聞いてないところでやることじゃないっすよね。間違いないっす。ね。一言言っていいですか俺、自分、衛生いなんですよ。はは僕、衛てます。くそ、くそ衛生が、黙々と単光してただけなんで。でも、あと、どっかね。 <laughs> あの、今度また一人いるところでもやってみましょう,う。ちょっとみんなに見せてリーでしょう、<え>これちょっとめっちゃ。そうそうそう。連絡先交換してくださいよ。あもちろんもちろん。ええー。友 <laughs> 達何日目っすか ?3 日目っす。あ三3日目かうなんすよ。自分もまだ2週間ぐらいなんで、そんな変わんないっすよ。あ、結構、そうなんすね。はい,い,やいや。じゃあ僕も、あそうでも音楽できそうだなってなったんでね、ちょっと音楽友達でどんどん作ってるんで。よろしくっす。 なんかバンドとか組めたらいいですね。そうなんすよね。なんか、はい、ギターできる方はちょこちょこあったんですけど。うん、ベースがいないか。ベースはまだ見てないっすね。なんかいるとは噂は聞くんすけど。あ、そうなんですかいや俺聞いたことないな、ベースは。ないっすかなんかいるらしいんすけどね。うん。あ、そう。俺でも、うん、やっぱラッパーなんでトラックメーカーが欲しくて。そうっすよね。聞いたことないっすか、トラックメーカーいるって。あー、なんか。 デヤンスさんって方が趣味ではやってるとは言ってましたね。デやンス、うん、っはったことないかも。でアンスさんは、えっと、北の方でね、ダイナーって店やってらっしゃる方で、はいはい。その方が趣味でトラック作ってるよみたいなことは言ってたな。ちょっと聞かせてもらったんですよね、なんか着,、はい、着信音にしてる。うんはい、なんか、それ、あんまり詳しくないですけど、でも作れそうな雰囲気でしたよ。 あそ,それ以外は知らないっすねトラック作れそうな人っていうのはいやー俺もマジでいなくてまあうんあそうっすかいやちょっとあえて光栄っすほんとに僕音楽友達探してるんでまたあのトラック作れそうな人見つかったらああぜひぜひ教えてくださいええめちゃめちゃ探しますよしそうですねあなんか着信音作ってる人とかも作れたりするんじゃないですかあのドクターギガさんとかズズさんとかもまあ忙しそうっすけどみんな あー、まあ、そうなんだ、うん、ドクターギガって人俺やってたんじなくてではちょっと知り合いなんですけどうん、うん、あのー、なんかなんだっけななんかつつつく作れる作れるっていうか作ってもらう予定なんですよあそうなんですねあもうそ,そういう話がついてんですねつってもんですけど、まあ、5000万必要って言われて今1000万しかなくて あーで炭鉱部つ繋がってるんですかど炭鉱部は関係ないんすけど関係ないですかマジで趣味でやってるだけなんでこれ金のためじゃないんすかこれやってんの楽しくてやってるんですよこれ <laughs> こういう黙々としたやつが好きなんで <laughs> いや僕も好きっすけどねでも言うて監禁するから <laughs>、まあ、ちょっと多少増えるんですけどあ多少はね<も>まあそんなにもか楽しみやってるみたいなもんなんでああわかりまんなそっか 僕もちょっとモクモクやりますわ。衛生しながら。まあ一旦じゃちょっと流れだけ押しますね。はい。取りました。石っての取れましたうん、石取れました。石取ったら、こっちに来てもらって。はい。ここ、井戸に、この目にあると、石を洗うって出るんですよ。石洗いしな。ほうほう。石洗ってるわ。マジで石洗うんですよ。石洗うと、全部手作業ですよ、これ。ここから、多くて3段階ありますから。なんか取れました。 まあゴールドオレ、まあゴールド<コ>オレと今から、ね、普通の石っすねあと石一個だけしか<ん>取れなかあじゃあはそうかガンガン洗うんです、ね、あ一個のそう一個につき一個なんですよ石一個洗うと一個なんか鉱石出るみたいな感じ、うんうん、なるほど金塊出るおーゴールドラッシュじゃないですかあ金塊だ金塊出ました出ました出ましたじゃもう一個ねちょっと それ金塊ちょっとね手順が違ってもう一個分かりやすいやつがあったらいいんですけど。うん